こんにちは、心理カウンセラーの佐々木浩二です。今回は自分を愛する方法ということについて具体的な手順をお伝えしていきます。で、まあ、いろんなメンタルヘルスの本とかで自己啓発とか本読まれたりした時、ネットで調べた時、自分で自分を愛していないからなんか不幸なんだとか依存しちゃうんだとか、恋愛で相手に依存するとかお酒に依存するとか、もしくは他人の目が気になるのは自分で自分を満たせていない、愛していないからだ、そこはいっぱい書いてあってわかるんですけど、じゃあどうやって自分を愛したらいいのと、毎日愛してるよって言ったら愛せるのか満たされるのかっていう疑問を抱えてる方すごい多いと思うんです。で、今回も具体的な手順でお伝えします。結論から言うと、自分の心を知ること、知った内容に興味を持つこと、これが愛につながります。これは自己愛だけじゃないです。他人との接し方もそうです。他人がどんな人なのかを知るということは、質問する、もしくは観察する、そしてそのものに対して、あ、これはなんでこれが好きなの、なんでここが好きなんですかって、その趣味のどういうところがいいんですかって、自然と興味を持っていくと他人は愛されたと思ってくれます。で、まずこれを知っておいてください。で、この具体的な方法として、心を知るためには芸術に触れるのが一番早いです。なぜかというと、芸術っていうのは芸術家の心を何らかの形で外に出したものなんですね。で、その外に出したものを自分が見たり聞いたりすることで心が震える、要は喜ぶ、そうやって心をこう、なんていうかな、畑を耕すみたいに心をこう耕してみて、で、あ、これいいなって思ったものが分かる、これがまず知ることなんです。で、風景画を見てなんか心がワクワクする、もう理屈じゃない、心が反応してると、じゃあなんでこの風景画に感動するんだろうということで、その芸術家に興味を持ってみる、その芸術家が描きたかった心は何なのかっていうのを興味を持つ、そうすると自分は、あ、そういう心とかが好きなんだなっていうことが分かっていて、それが自己愛になります。で、そうすると自分が好きなことが分かるから、分かったことを行動に移せるんですよね。そうするとどんどん自分が満たされていく、自分で自分を満たす力がついていくんですね。じゃあ例えば他は何かっていうと、音楽で、できれば芸術分野って言われる音楽、クラシックとかを聞いてほしいんですね。で、理屈じゃない、また心が喜んだ、じゃあなぜその曲を聞いたら心が喜ぶのか、興味を持つ、その音楽家のその曲を作った背景とか、どういうことを表現したかったのかっていうのをさ知るんですね。じゃあまたそれに伴った行動ができて、自分で自分を満たせる。だ、映画とかも同じ、本も同じで、今の状態で生きづらいと思ってるなら、同じ芸術に触れないようにしてください。全く別のところ行って、あ、こんな自分がいたのかっていう発見をしてほしいんですね。それが愛につながります。で、その逆が無視なんです。無視ってどういうことかっていうと、自分の本心をもう抑えつけて、で、他人に合わせて生きてきたとか、他人の期待だけを満たそうと頑張ってきた、自分なんてダメだからって、もう自分を卑下して無力感の中で生きてきた。で、そうするとどうせ周りは分かってくれない、で、コミュニケーションの放棄につながって、憎悪につながります。こうすると自分と自分との対話も放棄してるから、自分が嫌いになって憎悪、他人も憎悪、愛の反対の状態に行っちゃうわけですね。で、なんで絵とか音楽って先に言ったかというと、人のイメージや記憶っていうのはビジュアルと V の部分ですね、で、オーディオとあと体の感覚、これを合わせて VAK っていうんですが、この VAK でもって脳に保管されてるんですね。ということは、この VAK を意図的に、刺激してあげることで心を知ることができ、で、心を変えることができ、興味を持つことができて、心を喜ばせることができるんです。で、人間ってものすごいもので、例えばここまでで愛で満たされたら満足っていう風になるとするじゃないですか。でも、絶対余分に持つことができるものなんですね。で、これって人間とか、まあ人間って言いましたけど、他の動物も植物も全部一緒です。一つ種まいたら実っていうのは、種が一つに対して実っていっぱいできるじゃないですか。あれと同じで、絶対余りができるようにできてます。で、その余った自己愛を他人にあげることができるんですね、とか他人に感じさせてあげることができる。自分で満たされてキラキラしてる人っていうのは、話してるだけでもなんか他人を喜ばせることができる、いるだけで価値がある人になるんです。
で、これってまさかって思うかもしれませんが、テレビ見てたり自分の身の回りの人でなんか見てるだけ、なんかいるだけ、声を聞くだけ、なんかワクワクする、楽しいな、この人といるとなんか満たされるな、そういう人にあなたもなれるんですよ。で、そうすると他人から愛がまた返ってくるんですね。もう自分で余った分を人にあげてるから、見返りを求めない愛を人に振りまける上に人からももらえて、もう自分の愛とで他人との愛でもういっぱいになってくる。もう憎しみなんて入る余地もなくなってくるんですね。こうなってくると人から何か、まあ万一ね、なんか悪意を向けられた時でももう何も思わない。もしかしたらその人に愛情を返してあげれるかもしれない、今持ってる余分な愛をね。そうすると悪意もなくなる、そもそも悪意じゃなかったって気づくことすらもできるようになります。あ、この人も手一杯で、そうかそうかと、疲れてるんだなと。じゃあその人に何か辛く当たられた時に、まあ、夫婦とかでもいいじゃないですか、友達でもいい、なんか八つ当たりされた時にもうって言い返すんじゃなくて、あ、そっか、疲れてるよね、お疲れやねっていうこの一言を言えるようになるんです。これはもう職場でも子育てでも全部同じ、そういう風な状態になるために、まあ、カウンセリングっていうのもあって、今はまあ一番簡単なね、心をいきなり変えるっていうのは難しいですが、芸術に触れてくださいっていうのは頭の意思でできることなのですぐできるじゃないですか。で、お金がないとか言われることもありますが、絵を見るのなんて、そんな図書館に行ったら絵画集いくらでも見られるし、県立とか私立とかの美術館に行けば300円とかで入れるところだっていくらでもあるし、音楽だっていくらでも、いくらでもお金かけずになんとかなるんですよね。それこそそういう手段を知るっていうのも自分を満たすためにどんどん動いて自分を知ることになるので、どんどん自分への愛につながります。こうやって自分で自分を満たす力をつける、これが自分を愛する方法になります。今回は、自分で自分を愛する方法について、具体的な手段で記憶、イメージ、心っていうのは VAK っていうもので、VAK ですねで、作られるので、そこをまあ具体的に変えていくにはどうしたらいいかっていうことについてお伝えをしました。参考になったなって思われる方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。では今回は以上です。ありがとうございました。